はい、山寺です。今ですね、南海電車、高野線の、白鷺駅で降りました。ちょっと白鷺駅ってね、私降りたのちょっと初めてなんですよ。この辺にね、立ち飲みがあるということで、今からですね、散策に行ってみたいと思います。白鷺駅、駅前ロータリーに行っています。今からちょっとね、探してみますね。では今ですね、ずっとですね、駅からまっすぐね歩いてきてるんですけども、この赤ちょうちん、これかな、立ち飲み南さん。あ、どうもこれみたいですね。ちょっと入ってみたいと思います。なんかせんべろやってますとかね、書いてますよね。なんか良さそう。では、こちらのお店に入るんですけども、なんかちょっと僕の頭は当たるかもしれませんね。ですね、立ち飲み南さんに来たんですけどもね、ここは、時間ね、この時間までオープンからね、20時ぐらいまでかな。ちょっとまだ時間を調べれないとわからないんですけど、あ、終日かな、あ、日曜祝日は15時から終日ですね。サービスセットでね、せんべろセットっていうのがあるんです。これがね、1回だけあるということで、せんべろね、あります。あと普通の日はね、ちょっとね、またちょっと時間をね、ちょっと聞いてみますけど、普通の日はね、18時から21時までの間のサービスでせんべろセットってやってるんですね。好きなドリンク2杯と、あと、当てが選べるんですよ。私は今日は、おまかせ三種盛りっていうのを注文していました。ここは、飲み物ですね。2杯ついてるんですけど、これね、おはじきが置かれるんですよ。多分ね、これ、おはじきと交換っていうですね。で、せんべろだけはね、先払いですわ。1000円先払いで、飲むということになってます。それ以外はね、後払いになってます。なんか沖縄みたいな感じですね、なんかね。せんべろセットの、ね、盛り合わせが来ました。3種盛りですよ。これね、山盛りのポテトサラダにバケット、これ真ん中なんでしょうね、グラタンかな。で、野菜炒めらしきものがあって、これですよ、ドリンクが2杯もついて1000円ですからね、お得ですよね。まあ、これね、1日1回しかね注文できないんですけど、それにしてもすごいですね。豪華豪華、これはいいですわ。ドリンク2杯ついてるってところがね、すごいね、嬉しいです。ではね、まずは、ハイボールからいただきたいと思います。ハイボールいただきます。美味しい。あてはね、もう山寺といえばポテトサラダなんですけど、このポテトサラダがついてるところがありがたいっすわ。これ山盛りですからね。これいただきます。それさら、うまっ。じゃがいもはゴロゴロとブロック状になって、オニオンチップスか、うまい、こちらですね、カレーですね。ホワイトカレーみたいな感じですよ。いただきますね。うまそうですね。せんべろ、はい、オッケー。じゃあ、ハルトで、うまっ。これはココナッツカレーかな。ココナッツが効いてますわ。で、バケットがついてるの嬉しい。うまっ。かなりね、辛い、パンチがありますわ。うまっ。でもね、ココナッツミルクのまろやかさがあってちょうどいいね。でも後からね、辛さが押し出てきますよ。どういうことで、これが進むんですよね。この野菜炒めかな。うまそうでしょう。いただきます。あれ、ちょっと待ってね、さっきの
谷本な。めっちゃ美味しいこれ。言うてほしいわ。俺は言うてほしい。おすすめはね、あてさん。僕はずっと話されてたら山椒いただいた。おすすめ次は土手とかね。はい。2杯目もですね、ハイボールにいたしました。2杯目、うん、ここはもうね、あても美味しいし、ね、何よりこのポテトサラダね、あのすごい具沢山で僕の好みですね。めっちゃ美味しいよ、うん、これ単品でもあるんですけどね、たまたま今回は山椒盛りに塗ってたんでね、まあまあ理解できないんじゃないかな、うん、まここで教えてもらったらお菓子ショーとか、こんなお酒なんぼでも進みますよ、これは、うん、でね、単品でブリ大根を注文していました、うん、お店のね、雰囲気がちょっとバルみたいな感じでね、いい雰囲気ですわ、ね、バルのようなバーのようなね、うん、でこの料理もね、凝ってますわ、うん、この三種盛りを食べたらね、分かりましたね、うん、本当にこの野菜炒めも美味しいしね、うん、でカレーも美味しかった。めっちゃ辛いけどね、今でもこれグリーンカレーですよね、どう考えたら、うん、ほんまにうまい、うん、お酒が進まそう。じゃあ僕はいや、僕もいろいろ考えたことがあるんですよ。で、だ定食つけてめっちゃ良いの。具沢山のポテトサラダも。で、お前受かってないやんっていうのめっちゃ言われたら、うん、ブリ大根が来ました。これね、なんかね、山椒の香りがするんでね、山椒もかかっててね、めちゃくちゃね、美味しそうなブリ大根です。とりあえずね、やっぱりブリからいただきましょうかね。だしというかもうね、だしやね、たっぷり使ってるとこがいいですね。うまそう、いただきます。うまい、うん、うん、最高。山椒がね、やっぱりええ仕事してますわ。バディータに持ち合うと思ったのに、うん、うまっ。これ料理美味しいわ、ここは間違いないですわ。おいしい、めちゃくちゃ美味しいですよ。ほんまに美味しいですわ、うん、あー最高やわ、うん、でね、アテが美味しいとね、お酒がね、どんどん進みますよ。周りもここは進みますわ、うん、本当に美味しい、うん、ね、アテが美味しいから3杯目ですわ、うん、で、チャーシュー盛りっていうのがね、気になったんで、チャーシュー盛りも注文しましたよ、うん、ブリ大根も美味しいけどね、このチャーシュー盛り絶対興味あります。だってね、ここに中華そばもあるんですよ。でも多分ね、その中華そばの上に乗ってるチャーシューだと思うんですけどもね、ちょっと注文してみました。それで3杯目、はい、ちょっと酔ってきました。私ここ1軒目なんですけどね、1軒目でちょっと結構酔ってきましたね。3杯目なんですけども、割とこのウイスキーのハイボールが酔いますね、うん、チャーシュー盛りが来ました。380円です。うまそうやね、これね、ちょっといただきますわ。で僕あの実家窓あるじゃないですか、窓があってあっこで、うん、あ大食べ応えのあるチャーシューですよ、うまい、うん、めんどくさい関係やので、これは子供を、うん、スイミングに送るチャーシューまたね、あてに飲む酒もいいですね。ハイボールね、合いますよ。これね、普段ね、あのチャーシューの下にはもやしが引いてあるんですけど、今日はもやしがないんでキャベツになってます。カレーキャベツになってます。なかなか芸が細かい、うん、うん、うまっ、うん、そんな感じや、意味のないぞ。結構食べて飲んで割ともう大満足しました、山寺は、うん、
ということで、もうね、でも僕はね、またね、再訪問したいと思います。人気の立ち飲みで、まだまだね、食べたいものがたくさんありますので、また必ず再訪問したいと思います。今ですね、立ち飲み南さんで飲んできました。あのね、ここのせんべろセットなかなか良かったでね、ちょっとね、ひょっとしてこれなんか沖縄に似てるせんべろセットがあったんで、ちょっと聞いてみたら、やっぱりね、ここのマスターも沖縄に行ったことあるそうですよ。やはりそうでしたね。ということです。いつもですね、山寺の YouTube、見ていただいて本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。